は,ーひーひーは,はい、どうも。上海あ僕が上海電力じゃない。<laughs> 僕はカッパ園長でした。失礼しました。<laughs> まあいいんですけど、うん。まあ、ハーヒーさんが、なんか、最近ハーヒーさんまた息吹き返したんですかね。<laughs> 別に死んでたわけじゃないですけど。逆に同じトールの、このダブルトールのもう一人。ね。あれって誰トールさんでしたっけ忘れしちゃったあの。テレ朝のさ。ねえ。うん。 モーニングだか、ね、このイブニングだかなんかあったじゃんあれのこのトールさんなんかあのおとなしくしてるんでしたっけまあどうでもいいんですけどねあ玉川徹さんちょっと忘れちゃったよ <laughs> どっちか元気とどっちかしょんぼれしちゃう決まりでもあるんですかねまあどっちもしょんぼれしたままフェードアウトでいいんですけどでこのハーフィーさんがまたんだろうこの多分 この人的に得意分野だと思ってるのかな。なんか紛争とか,なんか戦争とか、そういうい、ねえー、ドンパチ始まるとテンション上がってくるんですかね、この人ね。あのウクライナの時もそうだったじゃん。で今回もまた、ね、だってしょうがないじゃんみたいな話をしてたんですよね。だもう、これはテロ擁護って取られても仕方ないんじゃないですか。ね、だか侵略された、攻撃された。ねえ でそれに対してこの、要は当然、報復、うん、あの反撃するじゃないですかその反撃をするのをよろしくないみたいな,なんかそういう話を延々と、ねうん、民主国家なんだから民主国家なんだから民主国家なんだから我慢だ、我慢だ、我慢だ,我慢だしょうがないじゃないか民主国家なんですよ言ってることはただそれだけなんですけどもえテロリストにテロられて我慢しなきゃだめなの なんかちょっと言ってる意味が、本当はあれか、手土産持ってっていう風につなげたかったのかな。うん、まあ、興味ある人は映像を見て、ね、あの日曜報道のやつですよね。もうなんかね、<laughs> <laughs> ハーヒーさんの内容もそうなんですけど、ね、それをなんかこのそばで聞かされてるこの <laughs> 三宅さんとあの桜井さんがもう面白くて表情が <laughs>。なんかもう本当、ね、このゴミ虫見るような目でなんか、 へーみたいな、へぇって、<laughs> うんっていう絵を楽しむ番組だったのかな。うん、なんでこう,こうなんですかね。まあこのうんまあ、要はこの,あの拉致被害者の話とかもしてたんで、まあ、不謹慎は不謹慎ですよねあの。北朝鮮の拉致の被害者だって、えー、手が出せないんだって、ね、民主国家だからしょうがないところがあるじゃないですかっていうんですよね。 みんな報復ができなくて我慢しているのそれが民主国家なんですよって <laughs> どう思います <laughs> 北朝鮮の拉致被害者もハマスに拉致されたイスラエル人も諦めろっていうことを言ってるんですかね、うん、違う意味で、ね、この政府の,このなんかケツに蹴り入れたくはなりますけども、うん、だからもう意味がないよとか、ね、無駄なことしろよって言ってるんじゃないんですよ僕の場合は、ね、とっととやれよってこのケツ蹴りに行く側 うん、そういう意味でこの政府の言いたいことは当然ありますけれどもハヒーさんの場合はそもそもは違うじゃないですか、うんね、だからもう <laughs> この手この類の人が言ってる内容よりも、ね、だからこの今回の日曜報道だったらこの桜井さんたちが「何言ってんだこいつ」っていう目がね <laughs> なんかこうじわりますよね、まあ、見るとすればそういう楽しみ方なのかな、うんね 簡単に言うと橋本さん、ハーヒーさんが言ってることって、要はこの悪いことをやったもん勝ち。ね、要はこの世紀末なんだからしょうがないじゃん。民主主義、民主社会の人たちは。ね、なんもできないんだから、もう我慢するしかないんですよってわめき散らしてるだけですよね。例えばほら、だってこの本業はこの人活動家じゃなくて一応弁護士さんですよね。うん、なんかこの仲裁とか,なんかそういう依頼をしたらさ、我慢しなさいって言って、でもこの金は取るみたいな、そういうことをやるのかな。 個人レベルでも。うん。で、あとなんかもう、やっぱり <laughs>、よく番組共演 OK しましたよね。なんかもう、例えばこの桜井さんとか、高橋さんの時もそうなのかな。もう目見て喋れないですよね。うん。今回も確か目も合わせてなかったような気がするんですけど、桜井さんにはね。うん。でも、ね、えー、あこれもご本人の目の前で言ったわけじゃないですからね。そう。だから、 ね前もそうでしたけども、本人の前では何か、なんだろう,う、ニコニコ笑いながら、でもさ、みたいな感じで話しておいて <laughs>、裏じゃボロクソにこのきおろすっていうのは、どう考えても、ねえ陰口ですよ。いい大人がそもそもやることじゃないですよね。っていうことをずっと続けて、しかも今回も、今度ね、百田さんと有本さんたちですかね、主に百田さんですかね。この 日本国旗っていうこの本著作があるじゃない著書ね百田さんのそれになんか、あのー、なんか難癖つけててこっちなんだなんかほら百田さんが橋本さんの本も確か書いてましたよねそっちには別に何も言わないの <laughs> <laughs> まあなんかこう日本国旗はあこの本は何の思想性もないと軸もないと。 受けそうな面白おかしいエピソードかき集めただけじゃないかっていうなんか宣伝をしてくれてたって有本さんなんか毎度ありって言ってましたけど <laughs>、うん、売上ランクトップ10に復帰しましたってあそうなんですね売れてるんですね、うん、まあだからさあのツイあそ,うそもそもこのハーヒーさんがなんつってツイートしてたかっていうとこの長州バカにした日本国旗に山口県民は怒るべきだと。 山口県民は怒ってないんですけど百田氏の、えー、この本は売れたらしいが何の思想性もない軸もない、えー、知的好奇心満たされないそりゃそうだ受けそうな面白いエピソードをかき集めただけだからこれが国家間だとは百田氏得意のギャグだろうって言ってるんですよねうんまあ暗に何かこの国家間とかっていうのに触れてるってことはね、あのー、日本保守党さんを ね、信用なんか、ねえー、しちゃダメだってことが多分言いたいんでしょうけどね。うん、だから逆にこの、うん、百田さんのこの本著書をこの読んだことがないっていう人は「えー、何何日本国記ってそんな面白い本だったんですね。わかりました。ありがとうございます。帰りに買って読んでみます」っていう人結構いそうですよね。<laughs> っていうか、なんか、ちょっと、まあ、そうしろって言うつもりはないんですけど、ね、この百田さんと有本さんって、まあ一緒にね、この活動されていくわけじゃないですか。以前からなんか、お二人でね、この番組ね、やってたりとか、仕事してますよね。うん。百田先生のことはなんかねちねちこの絡んでいくのに、有本さんには一切手出しされ、しない、引用されてもガン虫決め込んでるっていうのは、なんでなんですか苦手なんですかね。カーヒーさん的に。 桜、まあ、井さん、高市さん、うんえー、有本さん、んなやっぱあれなんだあの <laughs> かなわないっていうのは分かってるからなのかな。うん、ここやっぱ百田さんももう一回このビシバシッと大 <laughs> 人げないか同じ土俵に降りていく必要もないか。うん 一応僕もこの、えー、と百田先生のこの日本国旗はねあの、読ませていただいたことあるんですけども、2000これ日本の歴史の話だったと思うんですけどね、2000年以上にわたるね、それをこの書籍にしたものだったと思うんですけど、百田さんのこの思想云々っていう、そういうもの、内容じゃなかったと思うんですけどね、うん、違う本、あれなのかな。 やっぱこの橋本さんについて書いたあ,あれになんかやっぱ面白くなかったから八つ当たりした格好なんですかね、うん、ちなみによくこのツイッターツイートをねこの活用してこの,あの陰口番長展開中ですけどもハヒーさんは確かフォロワーさん260万か70万ぐらいいるんですよ、うん、でもこのいいねがね大体この平均2三百3 0 0なんですよねすごくないですか <laughs> ってことは、ね、例えばこのリポスト 9割以上はね、批判とか非難ね、なかなかないっすよね。よっ人気者っていうことで、今回は以上です。